そのカボチャバイ待ったー。はあ、そのカボチャパイはオイラのもんだ。よこせ。だったらオイラはずっとずっと狙ってた。お前より前から目をつけてた。いいやろ、証拠は？証拠はねえよ。だけど大臣丸、今お前のカボチャパイに名前を書いた。朝比奈司ってのはオイラの名前だ。それは忍者文字だ。違う、オイラが忍術で書かせたんだ。3ヶ月前からずっとずっとずっと狙ってたんだ。なんだよ、人の顔ジロジロ見やがって。何の話？俺はんなことしてませんけど。君じゃねえ。俺の名前はペッテションスレッテゴードバクトマイテル。おい、行ってみ。フファイパーシンデルマイサーズンバルトイフェルだ。俺一息で言えるか。じゃあ略してギャッギサーハンビューカーでいい。本物の名前だぜ。違うように聞こえたのはあんたが聞き間違えたんだろ。ボンジュー、マドマツ。トレビア。俺は日本語がわかるよ、お嬢さん。連れが疲れて休みたがっているんだけど、この近くに静かでゆっくりできそうな場所はありませんか？ああ、それは素晴らしい。ジャン。ああ、カオル。まだ外に出てきちゃダメだよ。車の中って息苦しくって。天気もいいし、少し外の空気を吸いたくなったんだよ。こんにちは。誰だ貴様。し、聞いたのか。いいから黙って俺の質問に答えろ。答えなければ
どこから聞いた？そうか、なら命に問題はないな。予言してやろう。お前はこれから恐ろしくて辛く苦しく、要するにひどい目に遭う。なんだ、人の顔をジロジロ見やがった。はあ、ここのコーナーを曲がって誰もコーナー買った。ペギー、どうだ、今のは最高のギャグだろ。おい、お前も聞いただろ。最高にクールだったな。あいつを追ってきてよかったぞ。こんなギャグを放てる機会に恵まれるとはな。よし、もう練習に戻るぞ。カイザー。